ども、エンチャンティングメロディーを聴きいただきました。ラフィーネミューズはですね、もう一人ボーカル担当のラバンヨことヒロさんゆうちゃんがいますので、皆さんの大きな声援ラバンヨでラバンヨを呼びたいと思います。いきますよ、せーの。はい、ありがとうございます。ヨシタイプチロックフェスにお越しの皆様、改めましてこんにちは。こんにちは。私たちラフィーネミューズです。ヴァイオリン担当のリオです。ボーカル担当広瀬あゆです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラフィーネレディステージということで、はい、私たちラフィーネレディはですね、このスーパー耐久に参戦しているチームゼロワン、STZ クラス25号車26号車を応援しているユニットです。そしてその中で私たちラフィーネミューズは音楽を通してモータースポーツを盛り上げたいという思いで結成されまして、はい、今シーズンは2人、そして最後の曲ではね、8人全員でステージで盛り上げてきましたが、今日がサーキットでのステージを収めということで、そうですね、とても寂しい気持ちですが、なんか最後がこの S タイプチロックフェスというものに呼んでいただき、とても嬉しいです。まだまだ、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。続くと思うので、この後楽しんでいただけるよう、ここで私たちが盛り上げていけたらなと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日ね、初めて私たちのことを見てくださった方もいらっしゃると思うんですけれど、はい、私たち新生ラフィーネミューズとして、はい、今シーズンからボーカル担当、はい、バイオリン担当、はい、ラフィーネミューズとして活動してるんですけれども、うん、そんな私たちの楽曲を、はい、そうですね、はい、これから披露したいなと思います、はい、聴いていただく楽曲は「フィール」という楽曲になっております、うん、はいはい、今シーズンの新曲で CD にも収録されているんですけれども、はい、感じるままに動いて頑張っていこうみたいな応援メッセージ的な楽曲ですよね、はい、とても明るい曲です。はい、私たちもこのサーキットでのライブを通して、はい、雨の日も、うん、こうやってお天気がいい日も、うん、どんな時もファンの皆様がサーキットでのライブを見てくださって、ね、私たちもどんな時もこの楽曲歌ってきたので、うん、この今シーズン最後の披露になるのかな、はい、そうですね、サーキットでは、はい、うん、とても私自身も応援されているようなこの楽曲に力をもらっていたので、うん、ぜひ皆さん聴いていただけると嬉しいなと思います、はい、私たちが今回歌って踊る、演奏しながら踊るというシンクロしている振り付けにもご注目ください。それでは聴いてください。フィール。Yeah.
皆さん手拍子もたくさんありがとうございます。はい、とても今聴いていただいた楽曲は、はい、爽やかな楽曲だったんですけれども、はい、次にね、次はね披露する曲は、はい、ちょっと待って、バイオリン置きました、最終戦なんで。はい、あのプチロックフェスということで、うん、まあ、ちょっといつもと違うセトリにしたいなと思って、多分いつも来てくださってる方も多いので、なんか普段と違う姿楽しんでもらえたらなと思いまして、うんうんはい、私ソロ曲の方でボーカル曲があるんですよ。ほうほうほう。これね、今まで自分のライブとかでしか披露したことなくて、こんなにこの、うん、なんていうんですか、不特定多数の大衆の場で歌うのは初めてなので、はい、でも一生懸命練習してきましたので、はいはい、あの楽しんで聴いてもらえたらなと思います。すごい可愛い曲で、うん、多分撮影ポイントもいっぱいあるんですよ。ハート作る振りとかもあるし、そうですね、なんか君のことが好きだよとか歌ってるので、うん、よければキュンとしてもらって、はい、はい、キュンキュンしちゃいましょう。はい、じゃあ行こうかな。いきます。はい、それでは聴いてください。今日から恋人になる君へ。
ですね。最終戦にして初披露の緊張した。はい、皆さんありがとうございます。ちょっとバイオリン取ってきます。本職、はい、本職の方へ戻りたいと思います。いやこのね、はい、バイオリンといつもボーカル担当で披露させていただいているので、とてもレアなステージでしたね。はい、楽しんでもらえたから皆さんありがとうございます。楽器もした、一安心しました。ありがとうございます。はい、最後はですね、ラフィネレディステージということで、8人全員揃って、はい、皆さんから人気の1曲をやりたいと思うんですけど、一人一人呼んでいきたいと思います。準備できてますか？イエーイ。あ、でもあれ、レディーが全然いない。あ、さっきまでそこで見てましたよね、皆さん。ちょっと待って、ちょっと待って。まだまだあんなにずっとそこでね、一緒に見てくれてたんですけど、うんね、はい、この後も、はい、Sタイプチュロックフェスアーティストさんが出演しますので、はい、最後まで楽しんだと思いますし、はい、そうですね、決勝、最後の決勝なので、そうですね、ゼロワンの表彰でお願って、うん、皆様一緒に出してくれたら嬉しいです。はい、あ、レディの皆さんでね、OK ですかね、準備ができたということで、はい、それでは一人一人よろしくお願いします。みのりん。はい、みのりん、ありがとうございます。続いて、続いて、アメラ。続いて、ユッピー。ユッピーマイクは、ユッピーちゃん、ユッピーちゃんマイク最終戦までね。はい、ユッピーちゃんですね。お次は、レム。レムちゃん、レムちゃん、まずは通常のラフィネリーさんが、ちょっと待って、足りなくないですか？足りないんですよ、今ちょっとね、うん、ちょっといろいろあれれ、おみかし、おみか、なんかなんなら舞台上で写真とか撮り始めてるんですけど。出ますよ。急ぎ目で撮ってもらっても大丈夫ですかね。登場しますよ。じゃあまずは、前回かな、うん、はい、一ノ瀬メロコ。一回ね、のこちゃんはこの格好でステージ出てくれたことあるんですけども、大人気ということで、最終戦のプチロックフェスのメロコで出ていただきました。ありがとうございます。たくさんのアンコールをいただいたので、はい、みんなまた見たいと見たいって言ってたのね、はい、でですね、もう一人なくて、新キャラが今回登場しました。皆さん盛大な拍手でよろしくお願いします。大川いちこちゃんです。いちこ、ね、でもいちこって言ってるけどトップレースクイーンですからね。そうですね、はい、そうですね、大川さんはカホじゃないんでね。あ、大川様じゃない、いちこなんで、今日は別人、別人らしい。はい、はい、ということで、なんでメロンといちごがいるのかっていうことですよね。あ、説明していいんですか？うん、説明してください。昨日みんなでご飯焼肉行ったんですよ、夜、うん、で、たけのこニョッキ第2回戦をやりまして、はいはいはい、ゲームでね、はい、私が負けたの。負けた。負けたんです。メロンやらなきゃダメだったの、私が。そう、そうそうそう、なんだけど私が切れまして、ガチ切れ、ガチ切れ、もう私がさっきも行かねえから、私もう帰るみたいな。そう、もう今から帰る。で、のこちゃんでいいじゃん、のこちゃんでってなって、のこちゃんになり、うん、私はホテルに帰って22歳の子にメロンをなすりつけて、明日私は何事もなくサーキットに行くのかと反省をし、いちごをかぶりました。ありがとうございます。嬉しい、なんか嬉しい。メロコと いちこでやらせていただきました。はい、やらせていただいております。メロンソーダ飲みたいという曲でメロンなんですが、歌詞の中にいちご、うん、いちごパフェ、そう、いちごパフェも食べたいっていうのがあって、それでこの2つをね、着てるんですけど、はい、この曲は、コールがありまして、
そうですね、2番終わりでガチ恋工場というものがありまして、うん、後ろにスクリーンにあの言うセリフが出てくるので言える方はぜひ一緒に叫んでもらったり、あとはですねタイトルコールの時にでもその見たいって言ったら皆さんで俺もって言ってもらうと曲が始まったり、うん、店員さんとかイエイとかありますので知ってる方はもちろんなんですけど、はい、初めての方はぜひ雰囲気見てなんか言えそうだったら言ってもらったり、そうですね、ラフィーナレディのみんなが同じことをしてるっていうのぜひ真似して一緒に歌って踊れたらなと思います。手拍子とかで楽しんでください、はい、それでは今日は最終戦ということでですね、今までラフィーナレディのみんなに曲振りをお願いしてきたんですけど今日はリオちゃん、お初めてですね、いいですか、はい、最後いいんですか、最後やっぱね、はい、うん、はい、よし、じゃあいいですか、うん、いきます、聞いてください、メロンソーダI'm not afraid to die.
雪だるまが来た。ああそう、私たちね、今このメロンソーダの最初にサインボールを投げさせていただいたんですけれども、はい、もうすぐ12月ということで、確かにこちらの雪だるまを最後にメロコとイチコからプレゼントしたいと思います。サイン入りですからね。全員のサイン入りです。どうやったら遠くまで飛ぶんだろう。どうやったら遠くまで飛ぶんだろう。こうじゃない、こう。あ、下にいる。うん、こう変だよ。ああ、あ、メロコだった。ロコちゃん誰ですか。ボーリング的な。じゃあいいですか、2人の準備、はい、いきましょう。一周やろ。せーの。賞レース皆さんで全力で応援していきましょう。最終戦最後まで一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。そして S タイプツロックフェス、この後まだまだアーティストさん出演されますので、皆様最後まで楽しんでってください。ありがとうございました。ありがとうございました。